和み町には中世の山城の跡がたくさんあります。特に和西市の居城で田中城、大津山市の居城で神尾城、手羽節の居城で坂本城などの存在が確認されています。さて、肥後国衆一揆の舞台となったのが和西市の居城田中城で、別名舞鶴城とも言われ、自然の地形を生かした難攻不落の城であったと言われております。これから武者行列と国衆一揆の再現をご覧いただきます。どうぞご覧ください。行ったことから自分の所領を持ち治めていた肥後の国衆たちが各地で県知反対の狼煙を上げたのである。ただいま会場西側の歌舞伎門から和二軍の総大将を先頭に34名の戦国武将たちが入場してまいります。次は和二御用紙の一人、中村激しい抵抗に遭い、ついに大阪の秀吉に助けを求めたのである。茶会を催していた秀吉は、肥後の国において国衆たちの一揆が各地に広がったことを知り、茶会の催しをすぐさま注視して激怒して、小早川秀兼を総大将に安国寺公を参謀にして、北九州の諸大名など約1万の軍勢をこの地に送り込んだ。この戦いで城村城に食料を運んでいた豊臣軍の武将立花宗茂を襲撃した和二一族に、その矛先が向けられたのである。聞こえ、我こそは小早川秀兼の利、三好が目を受け、肥後の国を一気鎮圧のために参じた。伊佐神社に勝負ちゃんとして下に装備。あれこそ田中城主、ワニ近さで成り。なり、この城に攻め入る者を一兵たりとも生かしちゃ返さ。心してかかってこられよ。一大事一大事と大変盛り上がってるみたいじゃの。我々豊臣軍は1万の兵を固め、本日の戦に備えた。和に近さね、覚悟はできたろうの。黙れ、和訳は稲かね。その口聞けるようにしてやる。たかが一万の兵ぐらいでこの城を落とせるなども思っておるのか。かかってこられよ、見事返り討ちにしてくれるわ。何をこしゃくれ、暗黒寺立花
山猿はよう補作のまあよかろう宮の者豊臣軍の総力の見せ所ぜ全てなら切ってしまえ輪に近づね覚悟しがってこられなんてこと一兵たりとも生かしてる体質だ鉄砲隊バイ撃ては豊臣軍約1万
番の軍勢の攻撃によって約2ヶ月間を戦いでついに落城したのであった。その戦いの最中に和に一族の女性たちはひそかに城を抜け出し、あるお寺に助けを求めましたが門前払いに入り、行くあてもなくお城の方を眺めますと真っ赤な火の手が上がっておりました。落城を知った女性たちはワニ川の深い淵に身を投げたと言われています。その被害は観察者によって菊池川で発見されたそうですが、この戦いにまつわる悲しい一つのお話として残っております。また田中城の東を流れる小川は戦いに傷ついた将兵たちの手で真っ赤に染まり、ちなみ川と言われております。その他ワニ川には赤池という淵があり、ここにも傷ついた将兵たちの血が淀んだことが伺えます。戦国国衆一揆の後、秀吉は全国に兵の分離と一揆が再び起こらないように刀狩り令を発布しております。秀吉の全国平定によって中世が終わり、近世への幕が開けたのでございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうぞ大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。